はい、えー、こんにちは。岡さんオンライン証券の竹部力也です。えー、さてですね、本日は5月の1日金曜日、あ、失礼、6月の1日金曜日ということでですね、まあ、5月相場から6月相場の方にマーケットの方が変わってまいりました。えあ、ー、なんか、週の途中でですね、5月から6月に変わるというのは非常に不思議な感じがするんですが、えー、まずその象徴的なその6月1日、今夜はですね、米国の雇用統計を控えているというような状況で、えー、米国の雇用情勢から、 米ドルのセンチメントがまあ、伺われるところでございます、えー、ただしですねご存知の通り、えー、どちらかというと現状 雇用統計にまあ盛り上がり感を感じるというよりはやはりユーロリスクこちらの方にまあ市場の焦点フォーカスが合わさっているとこういうような状況でございます。さてでですねここでまあ今回ご案内させていただきましたタイトル六月のドル円戦略と焦点と題してお送りさせていただくんですがやはりですねユーロの動向というのもどうしてもですねこれはまあ無視するわけにはいきませんのでまずは最初でございますけれどもドル円戦略をまあ見定めていく上でユーロ動向 こういったところにもです、ね、十分ご注意していただきたいという意味でちょっと簡単ではございますけれども、ユーロ円とユーロドル、特にユーロ円ですねユーロ円にけん引されるドル円相場の動き、こういったところをちょっとお話しさせていただこうかと思います、私、ユーロ円の今後の有形としてもポイント1点だと思っております。先般よりも報道 いろんな形でで、の報道でです、ね、日銀が外債を購入したらいいんではないかというような話、まあ、こういった報道が出ておりますが、実際はです、ね、法的にそういったものができる状況にはないというところでございます、さて、じゃあそれではどうなるかという言い方をすると、やはり財務省がこれは IMF 債であったりとか、ユーロ共同債、もしくは欧州ファティティ,ティ債、こういったものをです、ねまあ、購入するような意思というものをです、ねまあ、拡大していく意思というのをと合わせてです、ね 介入、牽制的な言葉、これはユーロ円においてです、ね、こういったものをしていく必要性がある、もしくはそういった動きも少しずつ見受けられているのかなというふうふにして感じております、本日でございますけれども、中尾財務官からはです、ね、財財務務省の中尾財務官からはそういった介入というような効果というのも無視できないというのお話が出てきております。またた断固ととととした意思といいううのはあるというところで 安倍財務大臣からも言葉通りに受けてほしいというような話が出ておりましたけれども、いずれにしても、さらなるです、ね、株安に対してのやはり上申性というのを圧迫するような状況が続くようですと、これは。 2003年の5月以来もしくはこれかなりもっとさかのると2000年のです、ね、これは10月の26日に88円台1ユーロつけたような経緯がありましたけれどもその時も各国協調してユーロが円売り介入というような場面を見せました過度なるユーロ安というのが、まあ、我が国の日本経済大動脈であります株式市場に悪い影響を与えてくるようですと。 これはもうですね当然、急激な変動に対しての動きというのは当然対応するだろうという,ふうにして私は見ております、さて今こういったお話をさせていただく上での6月のドル円戦略の焦点という話をさせていただこうかと思いますが、まずはこちらの方最初にまずはこちらをご覧になっていただこうかと思います。 はいえーまあ、早速進めさせていただく上でですねまずは現状のドル円相場の動きこういったものに関しては、えー、ポイントとしてはまず1点、えー、まずもうこれはもうシンプルにして。 シンプルでございますけれどもドル高、円高でクロス円が下落しているという,ような状況、これはですね改めて認識していただく必要性はあるのかなとこちらの方でですね主要なクロス円の当落率、こちらの方は5月でございますね、4月の30日末日で比べているところでございますけども,ちょっともう少しこれをアップしてご覧になっていただきますでしょうかね、はいドル円相場、これご存知の通り。 あまり動いていないという言い方をすると、まあ、不適切な言い方になるかもしれませんが1円51銭、終わり値ベースでの円高ドル安でしかないという状況でございます、えー、じゃあそれはどういうことかというと、その他の通貨、ですね、主要通貨、こちらの特に見ていただければと思います、質への逃避というようなキーワードの中で欧州からドルに逃げている、もしくは円に逃げているという,ような状況でございますけれども。 多くの通貨からですね、ドルないし円にシフトされているという状況の中ではこれが一般的な主要外貨という見方でした場合はですね、これは当然、弱含むよと。 いう状況になります。まあちょっとすみません弱いという字に見えなかったですけれども、えー、弱ぶくんでるぞというような状況の中で、えー、今まであった追加が、まあ、ドルに対して弱くなっているという状況。そして、えー、それに合わせて。 円高になっているということでさらに弱,弱含みというような形になっているとこういう状況がまずはクロス円の下落はまあドル高円高での動きというところこういったところをまず踏まえていただく必要性はあるのかなと思います六月のドル円戦略を踏まえていく上で五月まあ過去にちょっと振り返ってみると要はドル高もしくは 円高というところで、相場がですねそれぞれドルと円が牽引し合っていると、引っ張り合っているというような状況の中でドル円相場は、まあ、この程度という言葉、先ほど申し上げたように不適切かもしれませんが、1円51銭の円高ドル安で済んでいるというような状況だと思います、それに合わせてでございますけれども冒頭申し上げましたユーロ円などに関しては。 このようにです、ねまあ、8円87銭幅と終値、まあ、比ベースでございますけれども、こういった円高、ユーロ安を見せているというような状況、でこれにどの程度まで今後こ、こういったです、ね、ユーロ安円高というものがさらに持続していった場合はドル円相場にどういった影響を与えるのかというのも当然、留意していく必要性はあるのかと見ております。たただしししし先ほど申し上げました通り、ある程度のの義名分をもって、もしくは我が国の 株式市場にあまりにも悪影響を与えていくような状況が続くようだと特に心理的な面ですね、こういった形になりますと当然、ユーロ円においても財務省、日銀の高騰による牽制ではなくて実効的な実務的なですね介入2000年、先ほど申し上げましたが88円の時には14約1400億円分ぐらいのユーロ買い無売り介入というのを。との 形でマーケットに牽制した経緯がございました、そういった形では円高進行に歯止めをかける可能性というのは当然考えられるところでございます、さてそれではですねこういった全般的な当落というのを踏まえた上えで、今度はこちらの方でございますね。 改めてドル円戦略というところでございますのでドルと円のファンタメンタルズを改めて再確認しておく必要性はあるという,ふうにして思います、特にですね、ちちょっとこちらの方、もう少しこちらの方でアップして見ていただければと思いますが先ほど申し上げましたとおり、欧州リスクというのがドルにはそれぞれあると、さて、こういった状況の中でですね、今後、見据えていく必要性が私は非常に高いのかなという,ふうにして思っておりますのは。 3点ございます。で特にですね、まあ、旬なファンタメンタルズにご注意くださいというところが、えー、この問いのところでの、このお題の中での、えー、ポイントという,ふうにして感じておりますけれども、まず1点目でございますね、1点目というのはこちらでございます。非常に難しいのはシカゴ・マーカンタイル市場での円ショートの減少、いわゆる円売りというもので積み重なっていく。 来ているものがですね、徐々に徐々に元に戻ってきているというような状況でございます、これは欧州リスクというところ、こういったところにまやはり帰結していくのかなという,ふうにして見ております、大口の投機家が円売りをしていたのがまず巻き戻されているというような状況でございます、そして2点目でございますけれども、円売りの材料というところで、消費税と社会保障の一体化 改革の遅延とといいうところでございます、えー。つい先だったでございますけも、フィッチ、こちらの方が我が国のレーティング、日本国債の格付けを下げたというようなところがございましたで、本日はですね、まあ、6月1日という,ふうにして申し上げましたけれども、5月の31日、これちょっと私の記憶違いでしたらお叱りを受けるかもしれませんが、確か2000年、2003年、もしくはその他で去年の。 同じ日、2011年の5月31日だったと思いますけれども、やはりです、ね、我が国の国債に関しての格付け見通しというのが下げられた、もしくは2段階引き下げられたというようなところで円売り場面を見せるような違いがございました。これ時期的には非常に偶然というような形でしか言いようがないんですがやはりです、ね、我が国においての国債の下げの見通し、財政赤字懸念が全く まあ、父として住んでいないというような状況に関しては常々、えー、円に対しての、まあ、日本売りという言葉なんでしょうかね、不本意な形での円売りリスクというのはずっと潜んでいるというような状況でございます、えー、先般,、えーま先般というか、つい先だったでございますけれども、野田首相と小沢元民主党代表の会談がございました、まあ、物分かりに終わったという,ような報道でございましたけれども、えー、これもです、ね、結果 結局としては消費税を上げていかないかというような対立軸の中であったわけでございますけれども、こういった積極化というのが進んでいった場合は当然、消費税関連、こういったものの改革が当然遅延していくだろうというような形でのファンダメンタルズが潜んでいると。 いいうところでございます。そして3点目でございますけれども、今度は米国においてでございます、やはり質への投資というようなドルシフトがですね、複合的な形でですね、思わぬ思わぬというか、一つの作用を起こしているというのが特に。 長期金利が非常に下がっているというところで、米国債の金利が1946年以来の水準まで下がっているというところでございます、リキアの FX 道場というブログ、もしくはその他のところでもですねたびたびご案内させていただいていると思いますけれども、米国債金利の下落に伴ってドル円相場もですね、まあ、上値を抑えられる形でずっと下がってますというようなお話をよくさせていただいております。そういうい意味ではではすね 米国ドルの金利というのが大きくですね、ドルからドル円相場においてはこれをドル売りという言い方をすると少し乱暴なのかもしれませんがいずれにしてもドルが買われずに円買いシフトがかかったまま長期金利の下落に合わせてドル円相場も落ちてきているというような歴史的な経緯の中からはやはりドル売りという。 ドル安という言い方になるんでしょうかね、えー、こういった材料は十分認識しておく必要性があるというところがファンダメンタルズでの大きな観点、えー、この3つという,ふうにして見ております、さてそれではですね次の項目、ちょっとご覧になっていただこうかと思います、はい、えー、こちらはですね東京金融取引所におきます、えー、おかさんオンライン証券の、ちょっとこちらの方 あれですね、クリックさんの公表のデータ、まあ、オーバルネクストさんからも出ているんですが、えー、実はこちらの方はですは、ね、東京金融取引所におきます、おかさんオンライン証券からの個人のお客様もしくはまあ法人からのお客様の回避率というものを示したところでございます、えー、継続してです、ね、先ほど申し上げました、えー、国際事情によるドル売り。 園外とドル安円高というようなものがございますけれども、我が国においては、やはり、ですね、んまあ、本邦通貨当局からの牽制というものも、えーまあ、かなり、まあ、信奉性もしくは。 少し、まあ、恐怖感と言ったら失礼なのかもしれませんが、えー、いざとなったらやるということは認識しているんだというところなんでしょうか、えー、こういった形でミスター渡辺、ミセス渡辺という言葉も当然符号するかと思いますけれどもドル円相場が下落することによってドル買い比率ドル買い円売りの比率というのが。 もともと80%以上ある買い比率というところでは、えー、ドル円相場に関しては、えー、あまり弱気ではないというような皆様方の参加していらっしゃる方々の投資家心理を示したものだと思いますがこういった局面のところではぜひ皆様方、えー、ご覧になっていただき ている方々にもですね、こういった気を見るにして便な動きというのをぜひご参考にしていただければと思いますが下がった局面によっては買い比率が上がりました、えー、ただし、えー、ドル円相場がまた反転していくような試合いを見せていった時には買っていたポジションはまた落としているというところで、えー、2、3%ぐらいのフローになるのかもしれませんが、えー、そういった動き、いわゆるドル円相場で 下がってる時には買って上がってる時には売ってるという,ような勝ち筋の動きというのがこういった状況で見受けられるところでございますで現状のところではご存知の通りドル円相場が78円台に下がったというような状況の中で またですね、まあ、こういったまたまという言い方、不適切かもしれませんけれども、一部やはり個人投資家の皆様方、ここは買いだというところでドル円相場、買い仕込みをしているというところでございます、したがって今後はまたドル円相場が上がっていくような状況になると、この買い比率もおそらく下がっていくんだろうというところだと思います、いわゆる現状の下げの局面に関しては、まあ、一定の個人投資家の皆様方は買いだと。 こういうところでドル円相場を見ているんだなと、まあ、まずは隣の方はなお人をしているのかというところのご紹介に通じるところでございますけれども、こういった動きをしているというところが、ええ、為率から伺えるところでございます。はい、それでは次の項目を言ってみたいと思います。はい。 さて、これはですね、ちょっとやはり改めてでございますけれども、中長期トレンドのイメージをつかむというところでございます、ご案内も過去に何回も何回もさせていただいておりますので、武部、また同じことを言っているのかという,ふうにして思われる方も多いかと思いますが、改めてですね、これ、先、え、月、ー、ながら自信を持って申し上げますと当たっているなというところだと思います。えーまあ、前回のですね、えー ウェブセミナーのときには6月の上旬にかけては、もうこれ後ほどちょっとご案内させていただこうかと思いますけどドル円相場、えー、少し81円台の方に向けて上がっていくかもしれませんねというような、まあ、短期的な中長短、中期的なお話をさせていただいた経緯がございました、これが思い切り外れているというような状況で、まあ、当然、欧州債務リスクからなというのが動きか、エクスキューズとして申し上げさせていただきたいところでございますが。えー 中長期的なもしくは超長期的なという言い方でしょうかねそういった見方の中ではこちらのチャートを見る限りですとやはり継続して青の2番の中に収まっているというところが示され,るかと示されているかと思います緑の1番と赤の3番 えー、急激な円高トレンドというのが200 2007年以降おそしてです、ね、2010年以降と民主党政権に特になってから、えー、急激な円高トレンドというのが変わっていなかったという,ような経緯がございましたが、まあ、もちろんこれを、まあ、政権維持のためにといううがった見方を申し上げると非常に失礼なのかもしれません、えー、一つの施策としてはやはりよりどころとして、えー、円高阻止、デフレ防止というところでの金融政策、えー、2月の日銀金融緩和、いわゆる バレンタイン緩和と言われておりますけれども、その時のドル高円安の場面というのが、緑の1番と赤の3番のこのポイント、ちょっとアップにしてみましょうか、この部分でございますね。えーはい、ここの部分を 抜けたたといいう場面がございましたでこの時にその後じゃあどうなるんだというような皆様方、まあ、個人の皆様方もそうですし、マーケットの関係者全員がですねどうなっていくのかというような形で注目していたわけでございます、実際はまあ84円台、85円を目前として失速したと経緯ございましたけれども、今まで申し上げてきたとおり、この85円。 えーまあ、瞬間的にというか、まあ、4月の上旬からまたさらに下降というようなところでございますのでここを超えていった場合は新たなマーケットトレンドが出てくるだろうという,ふうにして申し上げた経緯がございますけれども変わらなかったというところでございます、さてそれではこの大枠のですね長方形分析の中での今後のドル円の行方をどういうふうにしてみるのかとなった場合はやはりですね緩やかな円高ということと えー、この長方形も、まあ、ほぼほぼ半分という言い方でしていて年間の変動幅が約15円幅あ弱というところで見た場合でも、まあ、非常に居心地のいい水準にいるというところなんでしょうか。まあ、大きく 大きなドル円の緩やかなですね、まあ、このうねりの中でもですね、大枠で見た場合は大きな変化にはなっていないと、で今後もおそらくこの枠内の中で収まっていく可能性というのが非常に強いのかなと、えー、年末に向けても、えー、やはり8、えーまあ80円82 83円水準というのが、えー、今後一つの上値めどになっていく可能性が高いとおたがってです、ね、これは、えー、ちょっと申し上げ 方次第では不愉快に思われる方いらっしゃるかもしれませんけれどもこの長方形分析を見る限り年末に向けてでございますけれどもよほどのドル高円安材料でも出ない限り85円、90円になるということはかなり厳しいという状況だと思います。もちろん一部の マーケット分析の方の中にはですね、90円になる100円になるというような見方をいつも今いろんなところの報道のところからですね、皆さんもご覧になられる部分もあるかと思いますけども、逆にですね、現状、デフレ阻止というところでイン,フレインフレ誘引というところでですね、まあ、円安にして えこういった場面を脱却するんだというようなちょっと凄まじいですねえ過激な意見もあるようでございますけれども逆にえ今、ドル円相場において急激な円高に進行に対しては円安というような形での介入が言われている状況の中ではですねえいくら円安でえまあ株式市場が浮揚されるんだという形でなっていたとしても一気にですね85円、90円、100円に向かっていくような円安に進んでいった場合は 今このウェブセミナー今日ご覧になっている皆様方がですね、仮にでございますけれども、財務省の幹部であったり財務大臣であったり、もしくは通貨当局の担当者の方々であった場合はどうなさいますかというところをあえて問いとしてさせていただきたいと思います。おそらくですね、 断固たる措置というところで、今度はドル売り、円買い介入でマーケットの円安の動きというのを収束させる可能性が当然あるというふうにして感じるのが一般的な考え方だと思います。えー、そういうい意味ではではすね急激な 円高に対しても当然断固たる措置は示されるかと思いますが、急激な円安に対しても当然断固たる意思を示すというところがま一般的な考え方でございます。そういう意味ではですね、やはり85円の節目というふうにして申し上げておりましたが、今後はですね、85円を からまあ80円のこの間の水準というのがですね、どうしても上値の抵抗線としてなっていくのが、現実的なドル円相場の長期的なトレンドの見方なのではないかなというふうにして考えております。さて、こういった状況を踏まえて、じゃあもう少しえ中期もしくは短期ではどういった形での戦略を見せていく必要性があるのか、考える必要性があるのかというところでございますけれども、今度はこちらの方をご覧になっていただければと思います。はい。 えー、6月。 の相場でございますこれはかなりアノマリーに近いのでどちらかというとちょっと参考というような形でご覧,ご覧になっていただければと思いますがもうこれ以上これ以下ございません要は6月各5年間の形はそれぞれ環境背景違いますサブプライムからリーマンからといろんな環境違いますが6月のドル円相場の変動幅は4円だというところでございます4円幅というところをまずご留意していただいて、まあ、ここのアノマリーのところからドル円相場は4円しか動かないぞという ふうにして竹部が言っているのかというところで、まあかなり乱暴でございますけれども、そういった理解をしていただいた上でこちらのページをご覧になっていただければと思います。はい、これもかなり竹部的には暴論ご覧になっていただいている方々には暴論かもしれませんが、えー、ちょっとですねご、えー、参考というところでご覧になっていただければと思います。えー、まこちらの方はですね去年の6月でございましたけれども、もうちょっとこのこの部分を アップさせていただこうかと思いますはい。ちょっと薄くなってきていますので申し訳ございませんが竹部的な考え方としてはこうでございます4円幅ありますというところでございますさて6月1日現状のところでの始まり値、ねまあ、始まり値というところであえて申し上げるんですがこれは安値でもいいですし高値でもいいんですが現時点ではあえて始まり値、ね、78円36銭というのをベンチマークとしてさせていただきましたもう少し分かりやすい,い方 というならば別に始まり値ではなくて、えー、仮に78円でも構いません、えー、78円というところを踏まえた上でございますけれども、えー、ドル円戦略というような形でのレンジ、えー、どういったファンダメンタルズ、いろんな突発的な事象によってマーケット動いていく可能性も十分あるかと思いますけれどもまず1の可能性とした場合は安値を78円と見た場合は4円足して上限は82円。 78円から82円というのが1つの6月のレンジ要素というのが1点立つと思います、そして2点目でございますね、2点目というのはこの水準が今月は高値になってさらに円高円高とドル安円高が進んでいくんだというような見方になった場合は当然7 8く4というところで74円水準と。 というもののが一つの目安としてて、立ちます。まあ、したがってです、ね、現水準を安値と見るか高値と見るかによって全然、レンジ感違ってくるわけでございますけれども74円から82円の可能性がまあ今月はまずはあるぞという前提を大枠の中ではまず持っているというところで私の見方でございます。そういった戦略のの流れの中で、 実際はどうなんだというところがおそらく3番で現状の水準上下2円幅ぐらいでしょうかという言い方をすると80円水準、そして7 8く2ですから76というところでございますのでさあこれは改めて見ていただくという形をすると76円の可能性から80円という可能性の中で 74円から82円というような戦略的なイメージ、大きな増減性をもってして、実際は現状のところから、もちろんどっちに大きくぶれ、今の 水準からわざわざ綺麗に二円する必要性はないんですが、今の現状から大きく離れないというところがです、ねえーまあ、テクニカル的には考えられるのではないでしょうかというふうにして考えております、で今、急に私、テクニカル的にという,ふうにして申し上げましたが、じゃあそのテクニカル的にはというところで次の項目をご覧になっていただこうかと思います。 はい、こちらでございます。ここちょっと大きくもうちょっとまた大きくさせていただきますが、はいえー、まずです、ね、根拠として70先ほどの6円から80円水準、えーまあ、コアの部分のところになるんでしょうかねこの1つの根拠としてまず考えていきたい戦略でございますけども 最後に介入ございましたのが昨年末でございました昨年の10月でございましたね10月、11月の上旬というところでございましたけれどもこの水準をですねちょっとここをもうちょっとアップさせていただきますはい覚えてらっしゃいますでしょうか急激にポーンと跳ね上がってというような場面がございましたこの水準、79円台の水準までいった後でございますけれどもその後は徐々に徐々に収束していって えー、76円台もございました、78円台もございましたが、おおむね77円台で推移していった年末にかけてというところ、そして2月の日銀金融緩和によって大きく跳ね上がっていったと、えー、わずか半年ぐらいほどの前の話でございますけれども、こういった経緯がございました、さてこの状況の中で現状、えー、もし仮にでございますけれども、ドル買い円売り介入というものがもし、えー、起こされるとするならば、今度はちょっとこちらの右の方をご覧になってい 今の水準のところでもし仮に同じような場面があった場合はまたその後収束していく可能性もあって77円、78円水準というところの中で横ばい展開していく可能性が非常に高いのかなと。 いう,ふうにしててみおりますもちろんこちらのは週目一目均衡表というところでもございますので現状はですね78円水準が雲の下限というところでサポートされているそして上値に関しては8円のこの半ば水準というのが雲の中に入っております。けれども、えー、今の 総体力指数を見てもちょうどいい塩梅になっているというところで、まあ、また武部、夢がないと叱り受けるかもしれませんけれども現状、このテクニカルの中でやはり横ばい推移の展開というところが見受けられるのかなと考えておりますこの他でございますけれども200日移動平均線が78円の前半水準であったりというようなところもマーケットの中では意識されている中でございますさてさ、それでは今度は冷やしでさらにこの細目を見ていただければと思いますけれども こちらの方ももうちょっとアップをさせていただいて皆さんにご覧になっていただければと思います、えー、先ほど申し上げました200日移動平均線という他にですね やはり一つの政府の意思として感じ取っておかなけゃいけないなという,ふうに思いますのは4月の短観にありました78円の14銭水準というところでございます、でこの78円の14銭水準というのを1、ね、つのベンチマークとして見る、当然株式市場においての、もしくは企業に対する悪影響というところだと思いますが2月の14日の えー、バレンタイン緩和水準というのが約77円水準の半ばでございましたが、その後、えー、78円になってというところで、えー、先ほどの週足の申しし上げました週足の一目均衡表、もしくは、えー、200日移動平均線78円台の半ばといった水準ともほぼほぼ符合するというところで一つのベンチマークとして意識できるのかなというふうふにして感じております。えー、10月の時のの時、えー、ドル買いい円円売り介入というのはこれ75円台に ちょっとこの前のところに戻りますけれども、75円台にドル高円安が、ドル安円高で、まあ、進行してしまったことに対して断固たる措置というのがありました、さてそれでは今後今後というか今月でございますね、そういった動きがあるやなしやというところが問われるのかと思いますが、日柄的にという言い方でちょっと注目していただければと思いますのでちょっとこちらの方をアップしてご覧になっていただければと思います。 えー、ちなみにこれ前回ご案内させていただいたときにはこの非常に期待感を持ってい,るでございましたけれども、えー、日足の一目均衡表のこの雲のところに乗っかっていってねじれで上がっていく可能性がという,ふうにして申し上げたんですが、えー、実際は逆になってしまいました、まあ、これもちょっとえ非常に残念でございましたけれども、さて、6月のポイントとして申し上げるなら、えー、こういった日米欧の金融政策の動き、これによって円に対しての 何らかのバイアスというのがかかってくるのかどうかというところが注目されるというふうにして考えております6月の中旬、ここがある意味非常にポイントになるのかなとやはり80円水準というところが今後大きなやはり山場になってくる可能性があるとテクニカル的には見ておりますもちろん為替先物予約などでの売り圧力というのも当然今後 かかっててくるる可能性もあるとそして一方でですねこういったものの他には6月の会期末において現在の国会会期末を迎えるというところでございます一部では内閣改造説があったりだとかもしくは消費税関連法案の行方というところも取り出されておりますので通常の 月ベースで考えた場合はかなり明確にですね国内事情と海外事情という材料がですねかなりまあぶつかっていく可能性があるのかなとただし、先ほども申し上げました5月,の短失礼5月の日銀金融政策会合もしくは野田 小沢会談というのもございましたけれども国内事情に対してやはりユーロのリスクというのが非常に高まっている状況の中でこれが当然、潰されてしまう可能性があると。そしてそれに対して当然 G8、G20 もちろん各国、先進国、主要各国がマーケットに対しての危機感というのをサポートするという形では手を携えていって急激な変動に対しては断固たる措置を取ると。そうなってくると 上からの圧力、下からの圧力というのがやはりですね、横ばい推移をさせていく展開が非常に強まる月なのかなというふうにして感じております。 こちらの方は最後の項目でございますけれども、ちょっと時間が軸足というところでの展開をご案内させていただこうかと思います。5月に入りましてでございますけれども、申し上げましたら、先ほども80円台の半ばというふうにして申し上げました、こちらは120分足での相対力指数と合わせてなんですが、80円の半ば水準というのを取り、 超えていくことがでできませんでしたでこれを何と言うかと言いますとトリプルトップというふうにして非常に素直に申し上げる次第でございますしたがってテクニカル的には上からの下押し圧力というのが80円台の半ばから継続しているというところでございますしたがって短期取引時間軸での転換を読むという形でもこういった下からのエントリーというような形に対しても上からの レジスタンスというのが非常に強いというところでございますので、じりじりと、もしくは上値からもじりじりと、下からもじりじり、上からもじりじりと、うん、どっちがじりじりなんだかよく分かりませんけれども、さてこの状況の中で非常にですねある意味、上からのレジスタンスと下からのレジスタンスサポートというところが明確な分だけ、ですね逆にこれもおちょっと言い過ぎなき嫌いはあるかもしれませんが短期的な取引というのが非常にしやすいのではないかなというふうふにして考えております。 えー、ドル円相場においてはもちろん中長期,的長期的なトレンドとしてはドル安円高だという,ふうにして感じております、えー中えー、そして冷やしベースのところで見た場合は、えー、いろいろなファンタメンタルズ、いろいろな実証によってブレる可能性があるのかなという,ふうに見ておりますが時間軸の中を中心としていった場合はやはり80円台の半ばに近づくにつれて戻り売り圧力、そして下値に向け てからは介入牽制官というものがサポートしてくるというところでございますのでかなりですね短期順張り派が割歩する月になるというところが、まあ、今回の6月相場の私の 見方ででごござざいいまます。す、え、す、ー。通常よりりもですね、かなりイベントがございます、えー、6月相場の中ではもちろん、えー、他にリスクを取るんだという形で申し上げるならば、えー、クロス円なども含めてですね、まあ、ポンド円やー、えー、オーストラリアドル円、ユーロ円などの値動きというのもかなりボラタイルな値動きになっていくというふうふにみて,ておりますが、えー、さっ今回申し上げました6月のドル円戦略ある程度の上値と下値というところのイメージがついている流れの中ではで逆にですね、えー、こういったと のところに依存せずという言い方はまた矛盾しているかもしれませんがある程度のところに見ておきながらイメージだけつかんでおいて短期的な取引でこういったところキャピタルゲイン狙いをしやすいマーケット試合になっているんじゃないかなというふうにして感じております。はい、今回ですね。 お送りさせていただきました6月のドル円戦略いかがだったでしょうかぜひですねリスク管理の方をご注意していただいてマーケットドル円相場を中心としてお取り組みしていただければという思いでの今回のウェブセミナーでございましたどうもありがとうございました